こんばんは。ちょっとティッシュ持ってくる。まあ、持ってくるねって言ってもすぐそこにあるんだけどね。ね、じゃあ念のため目薬ももうちょっと近くに置いておこうと思ったら目薬どこだ。あった。やばい、今日めっちゃ前髪まっすぐになっててめっちゃ落ちる。はい、 AKB48 チームエイト愛媛県代表チーム42の高岡薫です。よろしくお願いします。今日もショールームやっていきますよ。はい、今日もちょっと目薬さしながらとかなんかいろいろしながら配信をしますけども、ルンバはカオルさんと呼ばれたら嬉しいですか？うん、ファンの方にはルンバって呼ばれた方が嬉しい。あ、もちろんルンちゃんとかルンさんとかいいけどね。そう、あんまりカオルとは呼ばれたくないかな。そう、ルンバちゃんの方が嬉しいですね、私は。顔は絶対やだ。うん、絶対にやめてください。拒否のしようがすごい。それはもうね、家族にしかね、呼ばれたくない。昔もね、昔はもうその呼び名自体が嫌いだったんだけど、まあ今はね、慣れたから、今更変えられても困るんだよな、みたいな感じなんだけど、家族以外に呼ばれたらもう私はもうね、嫌ですね。そう。そうだね。まあでもその、まあ、家族以外で、まあ、お姉ちゃんの友達だったりとか、まあ、お母さんの知り合いの人にまあ呼ばれることはあるんですけどね、かおちゃんって。まあそれは別にいいんやけどね。絶対にやめてください。もう呼んだら私はね、怒る怒る。そう、みんなにもやっぱルンバちゃんとかルンちゃんとかルンさんとかっていう風には思いますね。ルンちゃんが一番呼びやすい。あ、でもそういう方多いですね。ありがとう。マネージャーさんからはね、ルンバちゃんって呼ばれてる。うん、ひめめ。それあれか、私のツイッターのアカウントのルンさんひめめですね。ひめめは愛媛の姫なんだけど、なんでひめめにしたかはよくわかんないけどね、ルンさんひめめにしたかったんよね。そうなんとなくルンさんひめめにしたかった。でもそうだね、ほとんどもうメンバーにはもうルンバーかルンちゃん、ルンちゃん多めだね。ルンちゃんかルンさん、
まあルンバの子もいるけど、でも最初にルンちゃんって呼び始めたんはリンリンな気がする。そう、なんかリンリン、ルンちゃんって言われるとね、リンリンのイメージがある、私は。そう、でもスタッフさんっていうかマネージャーさんにもルンちゃんって呼ばれるかな、ルンちゃんかルンバちゃんか。そう、呼び名を語る。そうだな、今日のテロップどうしよっかな、ルンちゃんにしとこ。で、まあジョン・マイ・ラブのキャストさんは、まあ、いろんな方がいらっしゃる。だいたいルンバなんだけど、まあ、ルンバって呼ぶ人もいるんだけどね、ルンって呼ぶ人がね、これはもう本当新しい、もうルンって呼ばれたことなかったから。そうだね、まあルンって呼んでくれるんはしーちゃんとかで、まあトークはルンとかルンチとかなんですけど、そう、それはまた新しいルン。そう、結構2期のキャストさんはルンって呼ぶ子、呼ぶ子じゃない、呼ぶ方多かった。そう、でも大体ルンバですね。そう、柳瀬さんはちょっと決まってないんだろうなっていう、ルンバっていう、ルンバって呼ぶときとカオルって呼ぶときがあって、おー定まってないんだろうなっていう風に思ってる。そうな、そうなんですよ。そう、定まってないんだろうなって思いながらね。そう、それがちょっと面白かった。あ、今日はルンバなんだとか思ったら、次カオルって言われたから、あ、今度はカオルなんだみたいな。そうなの、もうそれがめっちゃ面白かった。今柳瀬さん聞こうと思った。あ、イエーイ。そうですね、村井さんもルンって呼んでたかな。なんか最初本当に一番あった最初は高岡ちゃんって言われてたから、ルンバって呼んでくんないのかって思ったらね、次会った時にはルンバだった。そう、カオルという名前、他 AKB グループどうなんだろう。私も全員の名前把握してるわけじゃないからさ、わかんないんだけど、あんまいないと思うよね、カオルは。今村さんはルンルンはね、ルンバって呼んでくれてる。距離感じるよね。あ、まあそうだよな、さすがに初対面でルンバって呼ぶ人はいませんでしたけどね。そう、今でも思い出すよ、その一期の稽古に初めて行った日、あ、なんて呼ばれてるのって言ったら、みんなにはルンバって呼ばれてますって、えみたいな感じになったの、もう。えみたいな感じ、え、な、何何みたいな、一瞬みんなハテナになるよね。でそしたらね、2期の顔合わせの時も、あの演出の助手のリサさんがルンバはみたいな感じで言ったら、ルンバってなって何みたいな、えみたいな、本当になんか、その私本当にその8のメンバーとか、その AKB のメンバー以外の、その AKB、 その AKB グループじゃない方とのお仕事もそんなになかったから、そう、なんか、ああそうだよね、まあそういう反応になるかって思いながら、そうそうなんですよ、それがめっちゃ面白くてね。
ね。パキッと。まあ実際ね、その掃除機のルンバとはね、何も関係がないけんね。そうなんですよ。なんも関係ないからそう、なんでかっていうとね、まあ、あんまりなんか大した理由ってないんですよ。そのなんかなんていうんだろう、そのまあうち3姉妹なんですけど、なんか他お姉ちゃん2人もなんかカオルンバみたいにその最後の名前なんかつくやつがあるんですよ。そうで、まあ私の場合がルンバだったっていうだけ。なんか本当にね、特に深い意味ない。キャストさんの前でキャッチフレーズしたことない、ないですね。えないよないしか言わない。そう、なんかそう、上二人もそういうなんか顔ルンバーみたいなやつがあって、まあでそれがなんて言うんだろう、なんて言うんだろうな、まあそれが呼び名として使われることってなかったんですよ。そう、なんか存在してただけで、割とマジで存在してただけで、たまにプリクラ一緒に撮った時になんかルンバーとか書くぐらいだったから、本当に呼び名としてもうね、あんまね存在というかもうなかったから。そう、そしたらね、こんなところでバッタリバッタリみたいな。なんか最初はね、そのチームメイト入りたての頃は全然違うニックネームだったんですよ。プロフィールにもそういう風に書いて、そうたんですけど、でもなんか違うなって思って、やっぱルンバがいいなって思ったんですよ。なんでか忘れたんだけど、でもそしたら最初友達には絶対なんか掃除機のルンバとかでいじられるよみたいに言われたんですけど、やっぱなんかこれにしたいなって思って、そのマネージャーさんにお願いして変えてもらったんですね。そう、あんまりそのプロフィールってあんま変えない方がいいんですけどねみたいな感じで言ってたんだけど、そうお願いをして、わかりましたっていう風に言ってくださって、でカオルンバに変えて、すんごいしっくりきてます、私の中で。まあね、そうなんでルンバかって言われると、まああんま深い意味ないんだよねって感じなんだけど、そうルンバのサインはカオルンバハート笑顔が入っていて見ていて楽しい。お、ありがとうございます。そうなんだよね、あのハートはね、ちょっとプリキュアのロゴをイメージした。実はちょっとプリキュアってそうじゃない、なんかあの私スイートプリキュアが結構好きで、でそれでなんかちょっとサイン考えるときにどうしようかなって思ってて、そうで、そしたらああいう感じになりました。早めに書けるやつがいいと思ったし、そう、めっちゃ考えた。そうでもあのハート、なんか最初の書き始めのハートは最初なかったんだけど、そう書き始めにハート入れたらちょっとプリキュアっぽいよなみたいな感じになって、書き始めハート入れてわーってやって、でカオルンバってちゃんと読めるようにして、そうなんですよ。名字で呼ばれたことある？活動中はないかな。まあなんか小学生の頃とかにね、高岡ちゃんみたいな風にね呼ばれることはあったけど、活動しててはあんまりないな。あ、でもなんか初対面のスタッフさんとか、あ、なんかスタッフさんっていうか、例えばなんて言うんだろう、まあイメすごい
例え話をすると、なんかテレビ局で初めて会う方とかだったら高岡さんなんですけど、そうそうなんですよ。でもそのジョーマイラブのキャストさん、キャストさんの中でもカオルさんって呼ぶ方もいらっしゃったんですけど、そう、その方もいつまにかルンバになってたな。嬉しいわ。でもそうね、ルンバはやっぱそういう AKB の活動とか限定の呼び名ですね。まあでもそういう AKB の活動を始めて学校の子がルンバって呼ぶようになったんだけどね、割といろんな子が。そう、まあでも本当にめっちゃ仲のいい子にはカオルちゃんとかカオルとか高岡さんとかっていう感じなんだよね。うん、そうね。でもルンバは AKB 限定の呼び方かな。 AKB 限定じゃないけど、そういう活動限定の呼び方ですね。ちなみに横内さんとリサさんからはルンバ先生って言われてます半分ちょっと面白がってんじゃない、ちょっと面白がってんじゃないのかなってちょっと思っちゃうところあるんですけど、そうそう、ルンバ先生って呼ばれるようになっちゃいました。そんな私先生じゃないからちょっとええってなるなっちゃうんですけど、恐縮ですみたいな。うん、恐縮、なんで先生なんだって思ったんですけど、恐縮すぎる。まあ嬉しいんですけどね、もちろん。なんかそういう風になんか呼んでくださるぐらいには、なんかちょっと距離縮まったのかなみたいな感じで思うんですよ。わかんないけどね。そう、わかんないんだけど、そうな、そういう風になってたら嬉しいなみたいな感じで思ってます。でも結構キスバイエイト中はもう私ずっとね、あのやっぱ公演と公演の間がちょっと長いんですよ。そう、ちょっと長い時は結構もうリサさんとお話しすること多くて、そう、まあ公演ね終わって、あ、次まで結構時間あるなみたいな。でそれでフラッとしてたらリサさんがいたから、あ、お疲れ様ですみたいな感じでずっとリサさんの楽屋に行って喋ってましたそう、ですね。ちなみにその私自身の名前の由来は、なんか風、お母さん、なんかなんだろう、なんかちょっと最近自信ちょっとなくした、なんか合ってるかちょっと自信なくしたんですけど、なんか風薫っていうのが多分その私の名前の由来なんですけど、まあなんかすごい爽やかな人に育ってほしいみたいな感じでつけられたような記憶があるんですよ。その昔ね、
名前の由来なんなんって聞いた時にそう言ってたんだけど、果たして合ってるのかちょっと不安です。よいしょ。ルンバの話さっきしちゃったんだよね。そう、ちょうどさっきしちゃったところなんだよね。特に、まあ、名前の意味はないっす名前の意味はないっす。本当にね、全然意味はねないんですよね。ただなんか語尾についただけみたいな、何々語みたいな、なんか急がなくちゃやばいんごみたいな、んごみたいな感じ、うん、割とそんな感じ。カオルンバそれと一緒。ひらがなのルンバです。カタカナのルンバじゃない。たまにねそれで書かれますけど、一応ひらがなのルンバです。今思うとスマイルンルンってなんやろうね。まあいいんだけどさすっごい疑問だった今自分な。まあね、あんまそのキャッチフレーズも割と勢いでね作ったからさ、懐かしいな、未だに思い出すわ。そう、なんかめっちゃキャッチフレーズどうしようかなってずっと考えてて、そうずっと考えた結果あれになったっていう。そろそろ左右いいかも。あ、ちょうどいい。まあ私もね気に入ってるんだけどね、今思うとどうしてスマイルンルンって最初についたんだろうなってめっちゃ疑問なだけ。あの時私何考えてそれにしたんやろ。あ、もう気に入ってるんですけど、めちゃめちゃすごいなって思いながらね考えてた。まあ笑顔が絶えなくていつも楽しい気分ですよ。後付けだな、それは完全に後付けそう、いやでもね、そう、まあね中学2年生ですからね。そう、まあ、よく考えたと思いますよ。やっぱ柑橘いっぱい、愛もいっぱいはやっぱ愛媛県のことなんですけど、そう。一時期カタカナで書かれててブチ切れなかった。あー、うん。そうだよ、そう、やっぱねカタカナで書かれるのがもう嫌だったんです、めっちゃ。そうめっちゃ嫌で、本当にやめてほしいって思って、そういやもうひらがなだからみたいな、本当にやめてって思って、そう。まあ今でも今はね、まあ、ひらがなで書いてくれた方が嬉しいんだけどね、嬉しいんだけどねって感じ。
そう。最後の高三やけんねが好き。あーまあそうね、今はね最初やめようかなって思ったんですよ。だってそのこれはね一回話したことあるんだけど、なんで私中二やけんねって言ったかっていうと、あの私その当時というかやっぱなんかあのちょっと幼く見られるのが本当に嫌だったんですよ。なんか小学校4年生なのに小学校2年生とか言われて、はあ違うしってめっちゃ思ってて、そう、それが嫌すぎて、私はれっきとした中学生なんですよ、分かってくれ君たちみたいな感じ、いやそんな分かってくれ君たちみたいな、その上から目線じゃないんだけど、私は中学2年生なんですよ、間違えないでくださいねみたいな感じの強調の意味だったんですね。まあでも高校も卒業したし、ぶっちゃけもう意味ないんだよなーって思ってたらね、もうやめてくれと、なんでなくすんだと、いやそんなことは言われなかったけど、やみたいな感じで言われて、そう、私そんなになんか人気だったとは思わず、なんかああそうなんだみたいな、でもただ年齢を言うのちょっと嫌だなって思って、18やっけ18歳やけねみたいな、えみなんかちょっと違うなって思いながら、でも高校も卒業しちゃったしって思って、そうでまあ今の感じになった。あれがもう私の精一杯だった。割とまあ年相応に見られるようになったと思うんですけど、だからっていうのもあってでしょ、もういいかなって思ったんですけど、だいぶなんかみんなだええなんでみたいな感じでめっちゃ言われて、そう、そう今日も全力パフォーマンスでみんなを笑顔にするけんねって今言ってるからね。やっぱリズムは大事にしたいよね。そうやけん中2と高2が一番リズム良かった。中2やけんねと高2やけんねが、高1やけんねってんってちょっとなるんだよね。でもみんなを笑顔にするけんねもまあリズムはねいい、でも長いけど長いけど、そうでも前鉄コンってキャストさん見たりするかな。そうなるとちょっとキャッチフレーズするのめっちゃ恥ずかしいんだけど大丈夫かな大丈夫でしょうか。いやあーでもそっか、しーちゃんたちあのコンサート来てくれたけど、あの日はそうだキャッチフレーズしてないんだめっちゃ恥ずかしい。特にね柳瀬さんに見られるのが恥ずかしい。なんでかっていうと3期の入れ替え稽古の時になんかそのルンバーのアイドルしてるところってどんなんかちょっと見てみたいなっていう風に言われあのおっしゃってて、そうなんかそのなんか その俺たちはこういうルンバしか知らないからさって言ってて、そうまあこういうルンバっていうのはどういうルンバかって言われるとどういうルンバなんだろうねなあのそのまあ、ジョン・マイ・ラブとして関わってる時の私しか知らないからって言ってて、リサさん、リサさんはねそのまあアイドルやってるとこ見てるからさ、そう、もう素敵だよみたいな風に言ってくださってありがとうございます嬉しいね。でもそうだからちょっと柳瀬さんに見られるのが一番緊張するそう
それはアイドルしてるルンちゃん素敵だよっつって、いやそれはもちろん2リットルペットボトルをラッパ飲みしてるルンバちゃんも素敵だけどみたいな、違うそんなこと言ってない、そうなんだろう、いやそれはルン2リットルペットボトル持ってるルンちゃんも素敵だけどとは言われて、そうカジさんにも見てほしい、カジさんはねあのコンサート来てくださったので見てる一応、ただキャッチフレーズは見てもらってない、キャッチフレーズやんのかな前哲コンの時って、柳瀬さんにキャッチフレーズつけてあげよう嘘、何がいいかな、何がいいかなじゃない、柳瀬さんね、そうだな、そういえばね、あのこの話はね初めてするんだけど、実は私1回だけそのあの3期に出演させていただいた時に、そのちょうど柳瀬さんのタップダンスレッスンみたいなのがちょうどあって、時期的にかぶって、それが実は私ね1回だけ参加しました、うん、その1回しかなかったからさ、そう参加して、そう初めてのタップダンスをね経験しました。もうね思った以上にめっちゃ大変で、大変だったんですけど、でも楽しかった、なんか久しぶりになんかダンスのレッスンなんて言うんだろう、まあ、AKB でもちろんそのダンスのレッスンとかあったんですけど、なんかそういうのじゃなくってなんか基礎のステップからみたいな、なんて言うんだろうな、そういうのがめっちゃ久しぶりだったから、そうやっぱその8入ってからあんまその私も習ってたダンスのところに通えなくなっちゃって、でなんかちょっと時間経ってなんか久しぶりに時間はできたけど、なんか1年ぐらい経ってまた通うのってちょっと勇気がいって、でもちょっと通えづらくて通えなかったんですね。そうだからなんかこういう感じめっちゃ久しぶりだなって思いながら、ちょっとメガネ忘れたからめっちゃ裸眼で頑張ったけど、そうメガネがなくてさコンタクトしかなくって、でもコンタクトも外しちゃったしなって思って、よし裸眼で頑張ろうって思いながら、そうやっぱ何事も一回挑戦大事だなって思う、挑戦してみようって思って、そうそう、それがねあのだいぶ前に言ってた、今日初めてあることをしたんですって言ってたんですけど、それでした、タップダンス初体験でした。でも1回しか受けれてないけんさ、そうもう1回とは思うんだけど、タイミングが合わないような気がするんだよねそうなのよ、足首痛そうなイメージだけど大丈夫なの？うん、足首はそんなに痛くなんないかな、でもただやっぱちょっと股関節とかが痛くなる、そうからちゃんとストレッチしなきゃなんですけど、そう私足首はねあんまりひねったことも、いやそれはあんま関係ないけどね、そう足首は自分そんなに怪我しない部類だとは思ってる、まあでもだからといってねあのなんか余裕ぶっこいてちゃダメなんですよ、そうちゃんとストレッチとかしないとなんですけどね、そう
ね、すごいやっぱ。そう、最初どうしようかなって思ったけど、やっぱちょっと挑戦してみようと思って、ちょっと挑戦してよかったなって思う。まだその1回しかね、レッスン参加できてないんですけど。楽しかった。あ、でも足腰に負担がかかりそうっていうのはね、合ってるかな。ちょっとなんか骨盤がちょっとなんて、骨盤が歪むんじゃないんだけど、なんだっけな、ちょっとちょっとなんかちょっと歪むじゃないけどあるから、ちょっとちゃんとなんか定期的にちょっとちゃんと正すようにしてねみたいな感じで言われてたから、負担はかかるね。だやっぱ股関節にめっちゃ負担かかって、めっちゃ伸ばした終わった後。そう、はい急にはいという、まあそんな話をねしてきたんですが、はいはいはい、もうちょっとショールームできるね。何の話しようかね。めっちゃ呼び名の話ですごい盛り上がったけど、実在ナイトコンサートでタップダンスしてませんでしたか？あーっとしてたけど私じゃない。あれってメンバー他に横道がいたっけ？山梨とかだ、あーどこだったかな。なんか一人だけだったか複数にいたか、ちょっとごめんなさい覚えてないんだけど、私はやってない。そう、あ、やっぱ複数人いたよね。そう、そう、山梨の5周年コンサートだったかなでやってて、そっか複数人だったか、ちょっと記憶が曖昧だった。あれだよね、リバーのやつだよね確か。リバーだったよね、ちょっと違ってたらごめんなんだけど。そう、やってました。ただ私はやってない。そう、みかんが美味しく食べれるところを教えて、愛媛県ですね流れるような、すごいめっちゃ流れ作業のような、もう川のようなもう流れで、
でも今の時間じゃない、今の時期って柑橘もハウスみかんなのかな。5周年の時はそうだ、横道と同じ部屋だった、懐かしい。そうなんか珍しく横道と同じ部屋になることが、そう大体そのホテルの部屋ってさ、そのまあ地域近い順番、あ河内晩館か、そうだそうだそうだ、河内晩館美味しいよ。そうなんか大体そのチームエイトの、もう最近は一人部屋なんですけど、チームエイト大体その地域の近いメンバーとそのホテル一緒になることが多くて、部屋はだから私の場合はまあゆりなちゃんとか、ゆりなちゃん、あでもゆりなちゃんもなってたし、ゆきちゃんもだし、まありっせんもだし、まあなっちゃん、あんまりりおなと一緒になることなかったな。そうなんですけど、なんかその5周年の時はね、横道と一緒でお互いテンション上がってね、そう、しかもめっちゃ富士山綺麗に見えてね、感動しましたもん。あれ多分富士山バックに横道とツーショットだと思うんだけど、でも富士山もいるからスリーショットだわ。ショールームで横道さんのモノマネしたと思い出しました。え全然覚えてない本人が覚えてないそう、でも懐かしい懐かしい、横道今ね舞台頑張ってる、横道ね、懐かしいよ山梨。結構寒かったよね、4月だったよねあれ。でも結構寒かったですよね本当にね、もう結構冬に近かったよね。ね、4月よね。でも寒かったって言ったら、私はねあの2周年の沖縄コンサートの時に、あの周年のねその2周年コンサートでも沖縄でライブだったじゃない、で昼夜あったと思うんですけど、うちの家族が見に来てくれてて、家族って言ってもお父さんとお母さんだけだったっけ、お姉ちゃんたちいたかどうか覚えてないんだけど、でまあ沖縄だからまあ大丈夫かなってお父さんたち思ってたみたいだけど、夜が結構寒かったみたいで、なんかそれをねなんか夜めっちゃ寒かったって言ってたのを思い出した。でもそう私たちはやっぱ踊ってるからね全然寒さとかは感じなかったんだけど、なんか半袖でいたらちょっとさすがに寒かったわ夜って言ってたなっていうのを思い出した。そうまあ、相当薄着で行ったんだろうね。ルンバさんのマストビーナーがかっこよかったです。やったやった、なんかルーさんが振り付け新しくつけてくださって、おーめっちゃ難しいってなったんですけど頑張った。さすがにもう踊れない今。もうちょっとね振りを覚えてないからね、もうそうだな2年ぐらい前だったらまだちょっと踊れたかもだけど、今さすがに踊れないや。懐かしいなぁ、なんかすごい懐かしい話したね今日、やばめっちゃやばい、めっちゃ懐かしい話してるもん。
ね、本当に。そういえば昨日パン最後に食べたのいつだっけって写真を遡ろうと思ってたの忘れてた。今思い出しました。最後食べたのいつだったかな。パン、そう、だいたい今日はご飯これ食べたよっていうのはあの写真に残すからさ、そう、遡ったらわかるはず。2週間ぐらい前かな、ちょっと忘れました。でも本当にそう、でもパンは本当に好きなんですよね。そう、るんちゃんがそう言ってたからお昼はパン食べたよ。あ、なんかコンビニのパンをね買って食べたいんだよね。いやコンビニじゃなくてもスーパーもいいんだけど、そのお惣菜パンが食べたい。そう、なんかお惣菜パン、お惣菜パンって言ったら難しいけど、なんかクリームパンとかさ、そう、なんかそういうパンが食べたい。あと、まあ、パンというかアントーストと牛乳パン食べたいんだよね。めっちゃ好きだったの。アントースト朝ごはんに食べることもありました。なんかもうあんが練り込まれてて、もう焼いて食べてくださいもうあとはみたいな感じのが結構好きで食べてたな。ご飯、お菓子、おやつに食べることあったもん、アントースト。とか牛乳パンも好きだった。とか昔はなんか白いロールパンとかめっちゃ好きだったの。今でも思い出すよ。なんかすごい熱出て、私小学校の頃ちょっと熱を出しがちって言ったらちょっとあれだけど、年に3回熱出てて、そうでちょっと寝てることもあったんですけど、まあ、なんかそのちょっと小6ぐらいになった時に、まあ午前中、まあ、熱出て休んでて、で午前中ぐっすり寝たらもう午後から熱下がってめっちゃ元気になって、ロールパン3個ぐらい食べました。白いこのぐらいのロールパン、なんか食卓ロールパン白い、そう、それをなんか3つぐらい食べて、あ全然元気だよ、美味しい美味しいみたいな感じで食べてた記憶があるな。そう、年に3回ぐらいほんと熱で休むこともあって、学校、小学生の頃はだからもう皆勤賞を取ったことないんだよね。そう、8入ってからね、あんま熱出すことだいぶ減った。
あんまその熱で休むってことは減りなくなりましたかね。どうなんだろう。うん、ごくまれに出ることあったんだけど熱でもほとんどなかったね。そう、なんか一回4年、小学校4年生ぐらいの時になんか1学期皆勤賞みたいなのもらったけどね、2学期3学期休みましたからね熱で。そう、最後になんかちょっと熱出たのももう2年前とかの話だからな。そう、懐かしすぎえな、そう思うと。まあでもそう、ワクチンの副反応でちょっと熱、なんか熱出てあーってなったけどすぐ下がりましたね。まあちょっとって言っても本当37度とかね、本当にちょっとですよ、本当にちょっと。てか私の最近の私からしたらもう平熱なんじゃないみたいな感じの。そう、そう思うとね、なんかだいぶ元気になりましたよ。そう、っていうお話でした。はい、というわけでじゃあ今日はねここら辺で急なんですけど終わりにしたいと思います。今日はだいぶ懐かしい話もいっぱいしましてね、ちょっと楽しかったです。じゃあ13位から13位ヒデオさん、12位忘れた場合さん、11位オニール大佐さん、10位カリネコでも好きだよさん、9位ロミツさん、8位マモさん、7位夏目さん、6位飯田博之さん、5位 TKHKG さん、4位海指さん、3位カラスのカッコさん、2位玉国さん、1位がはやちゃんさんでした。はい、というわけでじゃあ今日も見てくださってありがとうございました。また明日、おやすみなさい、またね、ありがとうございました、おやすみ。